ジョルジョ・デ・キリコによる、刑事上絵画の一例刑事上絵画とは、20世紀初頭に、ジョルジョ・デ・キリコらによって提唱された、イタリア絵画の芸術動向及び、絵画様式。刑事上派、メタフィジック絵画ともいい、シュルレアリスム絵画の先駆とされる。刑事上絵画の兆候は、デ・キリコが1909から1910年頃に、制作した、新宅の謎。 秋の午後の謎にすでに見られるが、芸術動向としては1917年に、フェラーラにおけるデキリコとカルロカッラの出会いによって、生まれ、翌年ジョルジョモランディが加わり、さらにデキリコの弟、アルベルト・サビニオや、フィリッポ・デ・ピスツラが同調するが、1921年には、解体した。他に、マリオ・シロウニがいる。アルノルド・ベックリニア、 マックス・クリンガーの影響を受けたとされ、実際には見ることができないものを描く絵画と描写されている。アンドレ・ブルトンは、デキリコの刑事上絵画作品を、それが引き起こす感覚ゆえに高く評価し、シュルレアリスムを創始するときの一つの源泉として位置づけた。また、マックス・エルンツと、ルネ・マグリッド、イブ・タンギー、ポール・デル・ボー、ピエール・ロワなどへ、強い影響を、場合によっては、 決定的な影響を与えている。デキリコ、カルタ、モランディといった作家はいずれも1910年代後半から1920年代にかけて刑事上絵画から離れ、特にデキリコは一転して古典的な画風の作品を描くようになり、ブルトンはこれに対して否定的な評価をしている。1920年代以降になるとデキリコは古典的な画風の作品とともに、 刑事上絵画と呼べるような作品を多数制作するようになるが、ブルトンが高く評価しなかったこともあり、1910年代の刑事上絵画作品のみが優れているという評価をされることも多い。デキリコの典型的な作品に即して述べれば、刑事上絵画の特徴としては、主としてイタリア広場を舞台にしつつ、下記のような特徴が挙げられる。これらの特徴の結果、 作品を見る者は、性質、教習、謎、幻惑、困惑、不安などを感じることが多い。画面の左右で、遠近法における焦点がずれている。人間が全く描かれていないか、小さくしか描かれていない。彫刻、または、マネキンなどの得意な生物が描かれている。長い影が描かれている。作品によっては、 画面内の時計が示している時刻と影の長さの辻褄が合わない。例えば、時計は正午に比較的近い時刻を示しているのに、影がひどく長い、など。画面内に汽車が描かれており、煙を出しているので、走っていると思われるのに、煙はまっすぐ上に向かっている。デキリコの作品で、刑事上絵画の講師としては、 1910年頃に制作された下記の油彩画4作品が挙げられることが多い。なお、デキリコの刑事上絵画作品は1910年代だけで100点以上存在する。ありがとうございます。